どうも、タンユミコです。現在私は石垣島に来ております。今回の動画ではダイビングラスト、石垣島の海を目いっぱい楽しみます。その後は石垣島の名物を扱った居酒屋を紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。おはようございます。3日目ダイビング楽しんできます。いやですね、僕は今回お世話になるダイビングショップは石垣島ダイビングマリーショップタイタイさんです。こちらのお店で3日間お世話になっていくんですけれども、ボートダイビングで出発するんですが、船に船長のニコちゃんが乗っています。こちらの写真のワンちゃんなんですけれども、とても可愛いです。ぜひ石垣島に行った際は皆さんも利用してみてください。朝ごはん食べます。それでは行ってきたいと思います。こっちも触らなくていい。この時またパニックになってしまいそうになり、インストラクターさんが曳航してくださいました。
1本目のダイビングを終えてきました。すごい楽しく潜ることができました。昨日本当にパニックダイバーになったんですけれども、メンターさんと2人で潜れたっていうのが多分一番でかかったかなって思います。何かあっても人に迷惑かけなくて済むって思えたのはなんかすごい心の安心感が半端なかったです。サンゴもすごい綺麗だったし、何よりやっぱ透明度が良かったので、それで安心して潜ることができました。なんか昨日のままだったら多分もうダイビング一生やらない、もうずっとやらないって思ってたけど、またやりたいって思えてよかったなと思います。ということで、本当だったらね、もう今日無理だったらもうこの1本だけにして、あとシュノーケリングか釣りさせてもらおうと思ってたけど、ダイビングあと2本3本行きたいなって思います。たくさん吐いて、たくさん吐いて呼吸して楽しくやりたいなって思います。場所に移動していきます。
西表島のですね、北東ぐらいかな。ポイント名、三神島北って言います。琉球三味線の三神を横に寝かしたような島がですね、あそこにあるんですね。この岩肌が露出しているところが、上から見たらそういう三神みたいな形をしています。で、それでは行ってきまーす。今日のお昼ご飯は冷やしうどんです。美味しそう。一つ目のダイビングの楽しくいくことができました。ということでご飯タイムです。いただきます。すごいさっぱりしてる。おいしい。めっちゃさっぱり。夏って感じ。間を逃げながら。それではラストダイビング行ってきます。行ってきます。これもスタートしてる。オッケThank you.
しむことができました。ありがとう。なんで無事1ヶ月さんっていう方が8ライブなのかな、8ライブ終えることができました。楽しかった。マリンショップタイタイの皆さん、3日間お世話になりありがとうございました。石垣島すっごい楽しかったので、またぜひ遊びに行きたいです。部屋戻ってきて、機材とかを洗って、ケーキ材とかで、シャワー浴びて、そのままお布団で爆睡してましためっちゃ寝た。今ね、夜の7時52分なんですけれども、これから夜ご飯を食べに行きたいなと思います。いやー、もうダイビングが終わったからさ、もうなんか何でもできる、夜更かしもできるお酒も飲める。別にお酒はあれかもだけど、なんかその制約が解き放たれるのはめっちゃ嬉しい。いやー、それじゃあ夜ご飯の場所に行きたいと思います。今日はこちらのウミンチュ居酒屋ゲンさんにやってきました。空いてるといいな。こちらはダイビングのダイさんから教えていただきましたお店です。おー、いいね、美味しそう。あ、モズクス、いいな。冷えっこもいいな。さっぱり食べたいです。おー、刺身の盛り合わせと、そしてこちら天然ザルモズクだって。注文は QR コードで頼んでいきます。アダンと大谷渡り炒めは売り切れだったので、大谷渡りのチャンプル頼んでいきたいと思います。愛知ディズニーちょうど県境ぐらいの今腹が夏のでさ、ザルモズク、味全然なかった。見つけた。ダイビングの、船長さんに、ここ美味しいよって教えてもらって連れてきました。なんか、なんとかなんとかって、あの葉っぱを食べたくて、アダンじゃなくて、はいはい、アダンと、大谷渡り、そう、大谷渡りを食べに行ってきました。チーマミ豆腐の厚揚げ、マミで進むやつがあったんだけど、そこはあんまり私の方向で、あと空港本部はこういうのが居酒屋メニューじゃないから、逆にお寿司とかカレーとか仮に行っても人も来ないよね。本日のお刺身盛り合わせがやってきました。すごい量、そしてめっちゃ美味しそう。まあでもこうやっぱあれ桑田佳祐の車に乗せられとったって、お前は俺の車に乗れなんぼで、まあそうです。
大谷渡りのチャンプルです。こちらは858円。絶対的に誰かと来るお店、たくさん食べたいのにさ、一人の辛いとこはそこだよ。全然美味しい、お刺身。ピンクのお刺身は。ピンクの。カツオがめっちゃ美味しい。香りが割れ焼きだと思うんだけど、たまらん。本日の動画もご覧いただきありがとうございます。次回は石垣島目いっぱい観光していきたいと思います。毎週金曜日の9時にプレミア公開やライブ配信をしていますので、ぜひチャンネル登録してもらえるとすっごく嬉しいです。それじゃあまたねー。